女優の新垣結衣が、8日より全国で放送開始されるティシューペーパーブランド、クリネックスの、新 CM、クリネックス新垣先生と園児たちチルダ鬼ごっこを、編で、幼稚園の先生を演じている。新垣結衣が幼稚園の先生を演じる新 CM、クリネックス新垣先生と園児たちチルダ鬼ごっこを、編より昨年からクリネックスのブランドアンバサダーを務めている新垣は、新 CM で元気で優しい、結衣先生、として幼稚園の先生役にチャレンジ。鬼ごっこ中に鼻水が出てしまった男の子にクリネックスのティシューを差し出しながら、ふーん、って。と自ら鼻を噛むお手本を見せるも、男の子は、ふーん、という声だけを真似てうまく鼻を噛めない。ちょっと困った表情の、結衣先生、だが、愛おしいものを見つめるような眼差しで、優しく男の子の鼻を拭ってあげる。撮影は、暖かな春の日差しの中、都内にある実際の幼稚園で行われた。園児役の子供たちがハイテンションで遊ぶ中、新垣が登場し、園児たちに自己紹介。すぐに新垣に抱きつく女の子や、新垣自身も相手役の男の子に寄っていったりと、撮影スタート前からコミュニケーションを図っていた。鬼ごっこのシーンでは、アドリブで園児をおんぶしたり、抱っこしたり、そしてちょっと飽きちゃった。他園児には、頑張ろう、と声をかけたり、ハイタッチするなど、すっかり幼稚園の先生に。その姿に、現場にはほっこり優しい空気が流れた。撮影を終えた新垣は、元気でしたね。子供たちは本当に体力が有り余っているというか溢れ出るというか、撮影時間も普段幼稚園に通って遊んでる時間より長かったと思いますし、決まりも、いっぱいあって大変だったかなと思ったけど、最後まで元気に頑張ってくれて、とても癒されました、と感想をコメント。子供たちを相手にしていると、ついつい普段張らない声を張ってしまうというか、引っ張ってもらってるなと思いました、と振り返った。また、子供の気持ちを考えるっていうのは、今日一日最初から最後までやっていましたね。どうやったらみんなが気持ちよく現場にいてくれるかな、っていうのをすご、考えました、と幼稚園の先生役として心がけていたことを告白。さらに、園庭で鬼ごっこをしていて男の子が私の足元につかまる、というシーンを撮っていたんですけど、私を通り過ぎて後ろの照明さんに抱きつくっていう、ボケというかギャグをぶつけてきた。それは現場がとても笑顔になりましたね。面白かった、とエピソードを明かした。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。